はい、皆さんこんにちは、坂キャッツでございます。5時を回りました。4月は3日の月曜でございました。これはですね、1日の20時11分に配信されたヤフーニュースの記事すみません、最近お咳が出るんですよ。アンアンウェブって言いまして、あのアンアンなんですね、ウェブがあるらしいですけど、あの女性向きですけども、最近どう言いましょうね、ネットメディアになると男女分かれていないんちゃうかなと思いますけどね。だからアンアンだから女性しか見ないとか、そういうことないですもんね。僕もよくあのポストセブンのですね、女性セブンからの記事読んでますからね。だから全部は読みませんけど、いきましょう。不動産屋会社、不動産屋会社って何だろう、間違っていきなりタイトルで不動産屋会社なんていう言い方はしませんよ。の経営者が教える、選んで、はいけない、残念な不動産会社。だから不動産会社でしょうね、これは。不動産屋会社ってなってますけど、貼っときますね、これね。多分気がつかないから、このままずっと言ってるんちゃうのかな。家を買うことを決め、いざ雑誌やネットで調べ始めたものの、一体どの不動産会社を選べばいいのと悩む方も多いのではないでしょうか。そこで、持ち家女子始めます、各アスカ新社の著書が、著書であり、5000人超の女性たちの、著書でありって、ここもご職ちゃうの、これ。5000人超の女性たちの幸せになれる家選びをサポートしてきた、小鳥不動産代表の石岡あかねさんに、もう著者でしょ、著者であり、なんかひどい誤植ですね、これも。石岡あかねさんに、選んではいけない不動産会社の特徴をお聞きしました。ぜひ家選びの参考にしてくださいと。家を購入するときに選んではいけない不動産会社。まあ確かにね、業者次第みたいなところもありますけど、でも一応ですね、物件次第ですけどね。一口に不動産会社といっても、デベロッパーと言われる開発会社から賃貸仲介、売買仲介、管理などをメインに取り扱う会社などさまざまな形態があり、全国に12万社以上あると言われています。あのね、コンビニが5万件らしいんですね。それより多いっていう。まあだって街歩いたら不動産屋よう見かけますもんね。あのコンビニ見かけるより不動産屋見かける方が多いですよ、大体どこの街でも。今回は中古物件を扱う売買仲介の不動産会社に絞り、選んではいけない不動産会社の特徴をお伝えします。質問者、売買仲介の不動産会社といっても、大手不動産会社と地域密着型の不動産会社がありますね。扱う物件数に違いがあるのでしょうか。石岡さん、両者とも宅建業の免許を持つ者なら誰でも閲覧できる情報システムを利用して情報を得るため、取り扱う物件に差はありません。なんか変なこと言ってはるわ、この人。あるってそんな。大手であっても小規模店であってもほぼ同じ物件を扱う、買うことができるのです。まあ、理論的にはそうなんですけどね。ちょっとこう、ちょっと違和感の。飛ばしていきますね。NG 不動産会社その1、ライフプランについてヒアリングしてくれない。ようわからんな。予算、立地、間取りなど大まかな条件だけをもとに、あなたに合うのはこの物件ですよとすぐに物件を紹介してくれる不動産会社、かっこ担当者は NG です。そうかな。その人がどんなライフプランを描いているのか、長期的な目線を持ち、しっかりとヒアリングしてくれる人を選びましょう。これ非常に女性的ですね。
もう僕は関係ないと思うんですけどね。まあ、聞きますよ、僕らは。不動産屋系はですね、なぜその物件欲しいんですかって、お探しですかというふうに、聞きますね。一応ね。でもそれ聞く前にまずどんなエリアのどんな物件で予算をいくらですかって、そっちの方が大事ですよ。はっきり言って。ライフプランまで、なんと言いましょうね、それってね、プライベートに関わるところでしょう。だから最初からそれ聞きませんよ。徐々に入ってってですね、なぜそれが欲しいんですかって聞いて、あ、そういうことですかって、じゃあこういうのもいいですねとかいう、そういう入り方をしますね。 NG 不動産その2、建築の知識が少ない。まあでも不動産屋ですからね、建築士ほど知識を持ってるわけではないですけどね。似ているようで不動産と建築の仕事は大きく異なります。そのため、長年不動産業に従事していても建築の知識が豊富な社員ばかりというわけではありません。中古物件では劣化の程度により、将来的にどのようなリフォームやリノベーションが必要になるか見極めなければいけませんが、そういった専門的な話ができない不動産会社の担当者も多いのですと。まあそんなん確かに経験値がものを言いますこの建築的な知識については。僕もこの前ね、失敗したんですよ。相談を受けててね、古いワンルームなんですよ。で、3点ユニットバスなんですね。もうだいたい30年以上前、もっと前かな、は3点ユニットバスが主流やったんですよ。で、あ、こんなんあれですよって、ウォシュレットに変えなきゃいけませんよとか言ってたんですけど、3点ユニットバス古いのは変えられないんですって。なぜかというと、電気が取れないんですって。確かいかに3点ユニットバスは電気が来てないなと、コンセントないなということですね。で、水道がなんとかなるんでしょうけどね。そう、だから、ものすごく難しいというふうになって、あ、知らんかったと思いましたけどね。まあでもそれもね、ちょっとベテランさんやったらね、そういう経験をして、知識を積み重ねていきますからね。ナンバー3ですね、NG 不動産その3、お金に関する知識が少ない。家を購入する際は物件の費用だけでなく諸費用がかかることをご存知でしょうか。何知ってる、仲介手数料、印税、印紙税、手付金、頭金、登録免許税、司法書士への報酬、火災保険、地震保険、不動産取得税、管理、修繕、積立金など、さまざまなものがあり、目安として中古物件では購入額の6から 10% が必要と言われます。まあそうですね。そんなん知ってるやん。そんなん知らん不動産屋っているんかな。でそういうのってね、お客さんも知ってますよ、大体。少なくとも僕に相談に来るような人は知ってますね。まあ、まるっきりピカピカのね、20代のね、女の子で初めて不動産買いますとかっていうような人は僕の前に現れませんからね。でまあ、ほいで僕、不動産屋ちゃいますからね、あくまでも売却や購入のご相談に預かってるわけであって。まあそこまで僕は知らないというか知ってますけどね、知ってますけど、それ知らん客が来るかなっていう感じはしますけどね。まあ中にはいらっしゃるんでしょうね。だからちょっとこの話、レベルが低すぎるかもわかりませんね。不動産屋選ぶときにね、何が一番いいかというと、まあ人柄ですよ、はっきり言うて。いくらでも騙せますからね、客というのは。なんで、こいつ人騙しそうかな、騙さへんかなという人柄を見るのが一番ですね、僕に言わせれば。というてですね、まあ10人一人いませんよ、信用できるやつは。で、大手かどうかって言えばね、もう、どう言いましょうね、大手やめた方がいいですよ、基本的に。あれ、売り逃げ、買い逃げというか、一回だけの取引で終わってしまいますでしょう。地元に張り付いてね、きちんとやってる不動産が一番いいんですよ。なぜかっていうと、逃げられませんから、あいつらは。その地元で一生懸命やってるわけであって、悪い評判が立ったらですね、商売しにくくなるわけですよ。だから、割合丁寧にやる人が多い。で、うまくやってる人は、大体その丁寧にやってきて信用をつけた人なんですよね。だから、地元で頑張ってそうな不動産屋さんの、なるべく経営者系の人に担当してもらうのが一番、だと思いますね。
で彼らは地元密着なんで、ですね、悪い噂立ててほしくないわけですから丁寧にやります。まあ、扱ってる物件料の差ってありますよ、これで。やっぱりその三井なら三井の中だけで回してるみたいな物件ありますからね、中にはね。だからそういうのは地元にはないですからね。まあそういう違いがあります。このですね、1ページ目を貼っておきますんですね、私飛ばし行きましたけども、興味ある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。